どうも、コウタくんです。最新ランニングジュース、はい、ということでですね、軽く噛んだんですが、最新のランニングニュースっていうのを紹介していきたいと思います。はい、お久しぶりですね。で、今回はですね、ついに、ベイパーフライの3が出ますよっていう最新情報をお届けしたいと思います。もうおそらく皆さん待ちに待ったんじゃないでしょうか。はい、やはりナイキというとですね、アルファフライ2がちょっとあまり良くなかったということで、皆さん3に、期待してると思うんですが、今回はですね、そのアメリカで11月30日と12月1日に、その最新のシューズ、なんか検評会みたいな、なんかそのみんながこう紹介する会っていうのがあって、で実際に来年発売する予定のシューズがそこに出揃ってて、まあ、今回で、紹介する、まあ僕が気になったので言うと、そのナイキのベイパーアルファベイパーフライ3と、あとアシックスのなんか最新の厚底シューズの話も出てたので、その2つを中心に話し入れたと思います。で、今回のその引用元っていうのは、あのすしまんさん、皆さんツイッターで おなじみの人だと思うんですけど、その、引用元っていうのは概要欄に貼ってあるので、ぜひそのリンクからより詳しい話を、まあ聞いてもらえればと思います。ということで、まず最初にですね、さっき言った、ベイパーフライ3なんですけど、これもなんかアメリカの人が、シューズレビューを、実際にしてるんですけど、まあ、非常にですね、あの見た目はちょっとあのアルファ2と似てる感じで、後ろ側のところが非常に特徴的なシューズになってますと。で、あとソールもですね、まあ、滑りにくいような形の、シューズになっていますと。で、今回はですね、なんかあまりパッとしない白の、まあ、色、まあ、かっこいいんですけど、なんかツイッターとか見てると、それ以外にもですね、結構かっこいい色のシューズが展開されているので、まあ、今後ですね、おそらく新しい色がいっぱい出るんじゃないかなと思います。で、この、ベイパーフライ3のこの色っていうのが、そのままアルファフライ2の新色にもなってまして、キプチョゲ選手のなんかマラソンを、後押ししたみたいな、キプチョゲ選手のタイムが書いてあったりもするらしいので、このシューズっていうのが、まあ、おそらく来年のナイキの一番の、新製品になるんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、最近ナイキで言うと、まあ、アルファ2が、誰でも履けるようにみたいな、サブ 3.5 ぐらいの人とかも履けるようにしましたみたいな、そういう風なこう進化を遂げてたんですけど、それが逆に裏目に出て、アルファフライの良さが2になって潰れてしまったということで、まあ、今回ですね、ベイパーフライ3になって、まあ、個人的にはまあ、ナイキがそのおそらく失敗すると思わずに作ってたと思うんで、ベイパーフライに関しても、その誰でも履けるようにみたいな、初心者さんとかサブ 3.5 サブ4でも履けるようにっていう形で、個人的には作ってるんじゃないかなと思うので、なんかあまり期待しすぎない方がいいというか、ベイパーフライはもうベイパー2でほぼ完成してると思って、3をこうグレードアップってよりも、まあまた違うシューズが出ると思って楽しみにしてもらった方がいいんじゃないかなと個人的には思います。まあ、ただですね、本当にこの赤色がめちゃくちゃかっこよくて、僕の髪色とめちゃくちゃ合うので、今その個人的にこの赤髪に合うシューズっていうのを結構探してるので、個人的にはこれが非常に楽しみなところです。はい、ということで、ちょっとですね、もし皆さんもなんか新しい情報とかしてたら、ぜひコメント欄にも記入をお願いします。そしてですね、ナイキ、今回ですね、そのベイパーフライ3だけじゃなくて、今回なんとですね、トレラン用の、カーボンシューズっていうのが発表されました。はい、ズーム X の、ね、入ってるシューズになるんですけど、もういよいよ、ナイキさんがですね、トレイルに力を入れ出すということで、まあ、最近で言うと外国人選手とか、まあ、アフリカ系の選手がトレイルに進出して、もう圧倒的な力を見せ始めてるということで、まあ、おそらくそのアフリカ勢の選手が、トレイルに参入するにあたって、そのナイキのスポンサーを受けてる人とかっていうのが、そのシューズを履いて、まあ、もしかしたらトレイル界を席巻する、時代がもしかしたら来るのかもしれないんですけど、まあ、ただいかんせん、そのどうなんですか、僕あんまりトレイルそんなにガチでやってないんでわからないんですけど、そこにカーボンシューズが入って、果たしてどれだけシューズによってそのスピードが変わるのかっていうのは、正直ちょっとまだまだ未知数なので、まあ個人的にはですね、来年、まあ、トレイルも何本か、まあ、トレーニングの一環として出ようかなと思ってるんですけど、もしちょっとですね、こういうのを履く機会があったら、そういうシューズレビューとかもちょっとしてみたいなと思います。まあ、ただ多分コースによって全然違うと思うので、まあ、本当に山を走るが
ガチガチのトレイルもあれば、まあ、スカイランニングみたいな、そういうのもあれば、登りだけのバーティカルとかもあったりするので、まあ、本当に登りだけだと、厚底の良さとか、ほぼないんじゃないかなって、逆に下りとか、走れるコースがあった方がいいんじゃないかなと思うので、まあ、その辺はですね、ちょっとまた新しい情報が入ったら、共有したいなと思います。さあ、そしてですね、3つ目、もうこれがまた新しい情報なんですけど、アシックスが、なんと新しい厚底シューズを出しますよということで、これに関してはですね、来年の2月1日におそらく販売されるんじゃないかなっていう感じでもう情報が出ております。まあ、おそらく、アメリカが先行販売になるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、これがですね、なんか動画でも出てたんですけど、めちゃくちゃ厚底です。はい、今までのメタスピードとはまた全然違うシューズになってて、まあなんかこの白がまあおそらくプロトタイプになると思うので、なんか体育館シューズっぽい感じではあるんですけど、なんかかっこよさとかよりもおそらくこれはもう非常に性能がいいんじゃないかなと思います。まあ本当にこの1年ですね、アシックスの勢いがすごくて、もう本当に大会でもめちゃくちゃ履いてる人が多いと思うんですけど、今回に関してはまあめちゃくちゃ厚底なので、クッション性がすごくある、ちょっと、まあ、遅めのランナーというか、サブ3.5 からサブ4とかを狙ったシューズになるのか、もしくは、アディダスのプライム X みたいな、もう、本当にゴリゴリの非公認の非公認でタイムを出すためだけのシューズになるのか、ちょっとそこはまだわかんないんですけど、まあでもこの、なんか、クッション性ありそうな感じを見ると、サブ4とか、そっちの方向けのシューズになるんじゃないかなと思いつつ、まだでも全然本当にわからないので、ちょっとそこもですね、皆さん、コメントください。このシューズは、こういう風なシューズなんじゃないかみたいなのがあれば、ぜひ書いてもらえればと思います。はい。ということでですね、まあ、ナイキとアシックスのシューズ2つ紹介したんですけど、あとはですね、アディダスが、またプライム X の新しい版を出そうとしたりとか、アディオスプロ4をどうやら出そうとしてるらしくて、まあ、動画とか写真見た感じです。めちゃくちゃ変わったなって感じではないんですけど、まあおそらく、それも販売されるので、まあ、来年ですね。今のところ本当にまた、新しい厚底のなんか第3世代みたいな形で、まあ、第1世代が、ナイキが新しいシューズ出しましたみたいな時で、第2世代が、まあ、最近で言うとアシックスのスカイとエッジみたいな感じで、こうもう本当にシューズを履き分けるみたいなのが第2シーズンだとしたら、第3シーズンはもうよりなんかコアな、めちゃくちゃ速いか、それか逆にめちゃくちゃ遅いところの人も履けるシューズみたいな感じで、ちょっとですね、今また分かれるんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、またぜひですね、皆さん自分の履きたいシューズとかあればコメント欄の方に、書いてみてください。個人的にはですね、ペーパーフライ3とアシックスの新しい厚底シューズが今一番気になってるっていう感じでした。はい、あとは、気になる方はぜひ概要欄にすしまんさんとノート見てください。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。ではまた。